工藤さんとか天田レイブンさんとか、はいはいはい、が、お前らが殺したねっていうのはあれはね、うん、天田レイブンと合流してガチボコですからね、本当にリッキー・フジロックンロールチャンナーベベー、うん、あ、そう、柔道やってたの？やってましたね、初耳だな、それは、うん、奄美大島の奄美大島にの、何、学生時代ってこと？そう、小学生の時からやってて小学校やってたんだ。そう、奄美大島でだってその、うん、初めて民間放送を見たのが小学生の時だったんで、そっからすぐに習い始めて、その後、東京の方に出て、行くぞっていう、希望、夢と希望を、プロレスラー一直線みたいな、ほとんど勉強してないですけど。で、ちなみにその柔道は最終的にはなんか色の帯は取ったの？色は黄色。黄色ってのは黄色は5級5級5級ぐらいだったんですけど、でももう卒業して、その後はとりあえず高校とか愛知県の方に出てきて、それの上でオーディションとか受けに行って、でまあ落ちたんですけど、身長が足りなくてなかなか難しかったんですが、その後東京に来て、ジャッキー佐藤さんのさっきジャッキーさん、はい、そのビューティーペア、憧れのビューティーペアのジャッキー佐藤さんがトレーニングジムをやっているっていうので、ちょっとミーハーな気分で、もうその時にはプロレスラーになるの諦めてたんですけど、トレーニングジムでなんかジャッキーさんに教えてもらえるっていうことと、まあ、自分自身もちょっと鍛えるために行ってみたんですよ。そしたらジャッキーさんの方から今度大仁田敦史っていう人が団体をプロレスの団体作るのでやってみないかって、ジャッキーさんの方から話が来たんですよ。そのつながりなんだ。なので私オーディションなしで、ちょっとコネで入ることができたんです。オーディションなしで。それ考えるとあれだね、そういえば思い出したけど、田中もあいつカンパスで FMW 入ったらしいから、ね、田中のカンパスって何ですか？何ですか？なんかちゃんとしたそういったテストみたいなあれはなかったらしいんだよね。いやでも本当に私と最初にいたのが、うん、土屋は土屋で、FMW のマットのリングのマットのロゴとか、まあ、マットだけじゃなくてロゴを作るためにたまびのなんか専門学校かなんか出て、そんでデザインをしに来た、たまたまデザインをしに来てて、で、こちらの場合は大仁田さんから声をかけてもらったって感じなんですけど、ああ、みたいね、その話は。そう、でも私はそのジャッキーさん経由で、道場でもうすぐに練習生みたいになったんですけど、その後からが本当にオーディションっていうのがあったら、来るは来るわで5000人ぐらいのそれで私受けてたら絶対落ちてたっていうような結構過酷なオーディションでした、ね、ああ、いやね、当時はね、だからそういったあれもいっぱいいたろうしね、そのテストとかね、厳しかったですよ、落ちた人いっぱいいました。ああ、じゃあそうか、じゃあそれを考えると、じゃあ佐藤はこうジャッキーさん経由でこの MMW の流れって感じで、そうなんです。で、土屋は土屋でこうデザインの方から大仁田さんの関係でみたいな感じで。そうなんですよ。普通はオーディションの時に履歴書をみんな書いてオーディションするじゃないですか。私と土屋は最初からいたので、なんかこう流れ的にそのままいたので履歴書とか書いてないんですよ。そうするとパンフレット作る時に大仁田さんがそこで土屋のなんかこう年齢を割り出して、土屋と一緒にいたから佐藤も同じ年だろうみたいなことで4つサバ用みたいなパンフレットが出来上がってしまいました。4つサバ読んでたんだ。もう今だからもう全然ねえ、カミングアウトしますけど、はい、はい、そう、当時はね、ね、サバを読んでたというね。そう、なんかね、あの時は本当に心痛かったです、ね、だって
あのファンの人とかから、うん、あの成人式のプレゼントとかもらうんですよ。ああじゃあ結局その頃かあのもう入ってそうです、うん、なんか20歳一応設定としては20歳ぐらいにみたいな感じで。そうなんですよ、うん、奄美大島って あのみんなあの若者たちが大体都会とかに出るので、うん、東京、名古屋、大阪とかに奄美大島の人たちみんな出るので、うん、奄美での成人式っていうのはここの成人式よりも早くあのみんなが冬休みの間とか正月の頃ぐらいに帰ってきてる間に成人式先にやるんですよ。だから奄美大島でも成人式、実際の成人式やってそれであのこっちに帰ってきてからあの自分の住んでる地域の方での成人式も出て、でその後ですよ、その後にあのこのサバ読んだあの偽りの成人式の日がやってきたわけですよ。すごいなんかいろんなものをいただいて、そのお誕生日じゃないの、成人式お祝いがあったりとかして、本当にあのもうその時はね、なりきるしかないみたいな。そっからまあでもそうなっちゃうよね。だからね、俺覚えてるのがそのどっかの巡業中かなんか でそれでなんかなんか普通にただね、俺の勝手な解釈だったんだけど、佐藤お前サバ読んでたろみたいな感じで知らなかったから、うんうん、でサバお前サバ読んでたろって、お前サバ読んでどうとかことかって言ってたら冗談で言ってるつもりだったんだけど、後から佐藤が真面目な顔して俺でも来て覚えてるそれ、真面目な顔してで、ゆきさん私本当にあのサバ読んでるでもう言わないでもらえますか。あ、そうだったんだみたいな、ごめんごめんごめんみたいな。そうそう、しかし、ね、4つもサバ読んでたんだ。4つサバ読んでて、うん、その間は本当にですね、あの急にやっぱり誕生日あの、うん、何年生まれとか聞いたらすぐにその4つ下の学年の方をすぐ見えるようにして、何年って聞かれてもすぐにその干支が4つサバ読んだ側の干支をもうインプットしちゃってるので、本当にその本物の年の記憶を消そうっていうぐらいになって、なんか友達関係とかも昔の人とはなるべくこう繋がらないようにして、それで、うん、あの、まあ、あの時はですね、今みたいにここまで SNS とかすごいそんなになかったので、うん、何気にで出身も奄美大島なので、うん、そんなに周りからもそんなには大きくは なれなかったんですけど、まあ、あとは身内の FMW の方も本当にこれは内密にして守ってくださっていったわけですよ。そうでもすごいね、それプロだね、ある意味ね、もう、うん、ちゃんと徹底してるっていう点では、うん、だってそれあの自分でというよりも、うん、大仁田さんがそれでいけそれでなんかおい佐藤年齢さば読め4つ下じゃお前はそうはいインプットされてさば読んでるってことを解禁したのっていつ。最近はあのカミングアウトした日は日というか自分の口からはっきり言ったのは、うん、あの去年かそう最近はそうだってお前言いかけしろお前結局あの解禁というか言わずに引退したわけですよ。そのままそのまま引退しましたらで引退して、うん、もう引退してから私25年ぐらい経ってると思うんですよ。そうなんですか。経ってるんですよ、うん、なので私がそのサバ読んだ年のまま引退しているっていうので特に私も忘れてたんですけど、あの去年が55歳になったので、うん、なんかそれは私も YouTube を撮って55歳になったと言いたかったんですよ。でもサバ読んだ年で言うと51歳なはずなんですよ、うん、そしたら今の時代ってすごい SNS とかすごいじゃないですか。そうすると Facebook とかにもなんか51歳お誕生日おめでとうってあえて帰ってくる人とかがいるので、もうダイレクトにですね YouTube でなんかやっぱりなんか55ってキリがいいような勝手にですね Go Go みたいな、なんかそれで実はみたいなで去年言ったんですよ。それに対する反響ってあった。俺はサトちゃんよりも年上やって思ってた人が実はサトちゃんの方が年上だと思わないみたいな、なんかコメントとかあって、ああそうなるよね。すごいややこしいのが、私の妹が私より本物の本当に
妹が私より2つ年下なんで、そう2つ年下の偽物の妹いるんで2つ年下の妹がいるんですけど、その妹は2つ年下なんです。これややこしいですよ。4つ年下です。でも私はあの4つサバ読んでいるから、だから妹なはずなんですけど、お姉さんみたいな、だから妹も黙っててくれてたんですけど、あ、まあ、もうそうなんだ。そうそうなんです。でももう私が4つこう戻して、ちゃんと妹も堂々と言えるようになったっていうのがやっと去年です。あ、じゃあ妹さんもじゃあもうすごい辛い思いをして何十年過ごしたわけだ。下の柱、これはちょっとあれか、 FMW のその旗揚げの日がデビューになった、はい、だからオーディションなしでデビューしたんですけど、うん、オーディションやった人たちの方がまだ後からっていう感じだったんですけど、オーディションやった人間でその時にデビューした人っている？が、あの、マック、ああ、松田が、うん、あのちゃんとオーディションやったんで、ちゃんとオーディション受けたんだ、ちゃんとオーディションやったんですよ。その上でなので本当にもう練習生としての期間が本当に短かったので、だからあのこっちはデビューは3人対相手の女子レスラーが1人っていうハンディキャップマッチ。ああ、それはこっちは佐藤と、うん、マックと土屋、松田と土屋がの3人対3対1のハンディキャップマッチがデビューさんだった。そうなんですよ。相手は誰？相手外国の方、女子レスラー。何でしょう、覚えてないかいどんな風貌か覚えてる？アバウトすぎるだろ。女子レスラーのなんとかなんとかウォーリアーリー、なんかそんなようなウィッチウォーリアーとかっていう、なんかそんなような、それ名前は聞いたことあるんだけど、今情報が入ってきました。1989年10月6日、愛知県名古屋市、これは強橋スポーツセンターにおいて、はい、ウィッチウォーリアー戦でデビュー。すげえな、これなんか知ってたね、これ。デビュー戦のパートナーは松田君と土屋恵子、3対1の3対1で出たんですけども、もうあれはですね、転がってるっていうような試合で、もう受け身するのが精一杯でした。あ、まあでもそれで晴れてこうプロレスラーとして、ね、うん、その89年の10月にプロレスラーとしての第一歩を踏み出して、ね、デビューして、うん、そうなんですよ。でも、まあ、本当にあの自分たちの中ではもう必死なので、うん、やるしかないっていう感じなんですけど、ね、うん、でもあのその後にやっぱり、うん、工藤さんとか天田レイブンさんとか、はいはいはい、が来て、お前らがプロレスじゃねえっていうのはあれがね、まあ、90年の、1月じゃない、3月だったかな、3月ぐらいの後楽園で工藤めぐみ、天田レイブン、あの時は豊田もいたの？いました。いた、3人で来たんだ。はい、うん、3人で FMW の後楽園に、あの元全日本女子プロレスのね、うん、その3人がなだれ込んできて、佐藤たちをね、試合になだれ込んできて乱入して、で、こんなのお前らがやってんのプロレスじゃねえみたいな話で乱入してね、怖かったっすよ。そりゃそうだろうね。怖かったんすよ。ある種だってね、全日本女子プロレスったらもうそれこそ王道中の王道なわけだから、それこそね、あのテストも何もしないで入ってきた里飯じゃん。そんな経験を積んだ人たちがね、いきなり乱流されちゃったらもう本当にどうしようもないもんね。もうガチボコですからね、本当に。もう星も飛ぶわ、うん、あの髪の毛も切られるわ、うん、あ、そんな時もあったんだ。あ、うん、その時ぐらいから流血戦ですよ。そうだよね、うんうん、その後楽園の時に俺がちょうど日本帰ってきて、うん、でそれで、参戦お願いしにこう挨拶に行ったね、後楽園ホールに。ちょうどその時だったの、はい、で俺が挨拶に行ってあれした時になんかもうざわ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 してて、でそれでちょうどそのね、その3人が乱入して、でやられてっていう、そういう状況の中で、その中で俺は来たはいいけど、なんだこの段階はって思いながらね、あれでちょうどあの時を見たのよ。でその後ね、バーっとね、森田さんが出てきてね、でマイクを取ってね、森田さんがね、すいませんです、今もうなんか
どこの誰か分かんないやつが入ってきましたけどさ、お客が嘘つけ知ってたろお前さあ俺たちそのまま帰っちゃって大丈夫かなこの中へと思いながらね、あの時俺いたんだ、だから実はこっちからしたらね、突然来られてもうボコボコでしたね。いやそうだよね、ただ悔しいかな、やっぱりこうレベル的にはやっぱり向こうのが上っていうのがあったから、その辺のやっぱもどかしさっていうのもね、あったと思う。だから本当に本当にガチで泣きながら試合してましたもん。それからかな、あのキャッチフレーズがついたのは。そうですそうです、泣き虫エンジェルというねキャッチフレーズがよく覚えてますパンフレットで泣き虫エンジェル佐藤美和みたいな感じで、そう、うん、誰がつけるんですかねそのキャッチフレーズって。当時はだろう、あの新井さんとかだったかもしれない、ね、だってその時は本当何も思わなかったので、泣き虫っていう方にしか頭いってなかったんですけど、全部エンジェル系で来てるんですよ、誰がつけてるんだろうと思ってだって泣き虫エンジェルから始まって、でその後チャンピオンになったんですよ、チャンピオンになったらドリームエンジェルになったんですよエンジェルククになった、そう、それで、でその後に今度試合中の怪我で悪役になったら打点天使になったんですよ。落ちた天使エンジェルから、そして引退する時には、ね、引退の時には悪役から今度ベビーに戻って引退だったので、あ、そうだったっけ、はい、最後はだからリバイバルエンジェルになって誰がつけてるんだろうと思って本当にエンジェルくくりでずっとじゃあ現役したいわ過ごしてた、そうなんです。はい、今回の動画はいかがだったでしょうか。この後もどんどん面白い話が続きますんで、よろしければぜひチャンネル登録してお待ちください。じゃあそういうわけでまた会いましょう。ボーン。